篠崎康夫は、京都府京都市生まれの指揮者である。東方学園大学にて、指揮を山本奈々飯森大二郎、声楽を木村俊光に指示。同研究家終了後、フィガロの結婚でオペラデビュー。1993年、アントニオ・ペドロッチ国際指揮者コンクールにて最高位を受賞。その後、知恵なキジアーナ音楽院で、イリアムルシン、チョンミュン風に、 ウィーン国立音楽大学で、レオポルド・ハーガーに、タングルウッド音楽センターで、小沢誠治、ベルナルト・ハイティンクに学び、研鑽を積んだ。1998年、東京シティフィルハーモニック、管弦楽団定期演奏会で、日本デビュー。押し出しのある熱気を持つ棒を投票される。2000年、第2回、シベリウス国際指揮者コンクールを置いて、第2位受賞。ファイナルの模様は、 フィンランド国内にテレビ中継され共演したヘルシンキフィルハーモニー管弦楽団からは絶大な支持を受け、現在も毎年定期演奏会に迎えられている。2001年よりロサンゼルスフィルハーモニックのアシスタントコンダクターに就任。40回以上のコンサートにおいて古典派から現代音楽の世界初演まで幅広いレパートリーを手掛け、 在任中の2002年には、客演指揮者のキャンセルにより、急遽大役として定期演奏会にデビュー。その成功が大きな話題となり、ロスアンジェルス・ウィー・クリー氏の2002年音楽賞、結出したクラシカルアーティスト部門にノミネートされた。2004年に任期を終えるまでの間、両者の関係は非常に密接で充実したものとなり、数多くの絶賛を博した。 これまでにサンのゼシリコンバレー公共楽団、フィンランド放送公共楽団、トゥルクフィル、タピオラシンホニエッタ、アワーズ公共楽団等に客演。ニュルンベルク公共楽団とのベートーベン、公共局第7番は、本場ドイツの聴衆からも大きな評価を得た。2004年よりロンドンに本拠地を移し、ヘルシンキフィルへ毎年客演するほか、ラトビア国立教、ベオグラードフィル、 BBC スコティッシュ公共楽団、ボーンマス公共楽団、BBC フィル、ビュルテンベルクフィルの式台に登場している。アンドレ・ワッツ、エマニュエル・アックス、ユーリー・バシュメット、ネクサスなど著名なソリストとの共演も多い。2009年秋には、ロンドンフィルを指揮することも決定している。2007年1月より、フィンランド・キュミ・シンホニエッタの主席指揮者、芸術監督に就任。 ベートーベンと20世紀ウィーンの作曲家シリーズをスタートさせるなど意欲的な活動に注目が集まっている。2008年5月には初の中国ツアーを観光。この度、オーケストラマンジョーイッチで2009年からの契約更新も決定している。2008年には南アフリカのヨハネスブルクフィル、クワズール・ナタールフィルと共演、二千八年、二千九年に再客演が、 行われた。国内では、読売日本交響楽団、神奈川フィル、東京フィル、日本フィル、大阪フィル、大阪シンフォニカー、関西フィルハーモニー管弦楽団、札幌交響楽団をはじめ各地のオーケストラに登場している。2015年9月から2018年3月まで、静岡交響楽団上認識者を務めた。ありがとうございます。